続いての問題です。もしも生まれ変わるならどっち、うん、A 自分の国、はい、B 他の国、おさあ皆さんはどっちを選ぶ。難しい。絶対、おお、あ、結構面白い結果出た。日本代表全員 A ということで自分の国。外国人もほとんど赤。しかし5人が他の国と答えたが、他の国1週間ぐらいで行きたいなと思いますけど、うんうんうん、もう住むなんか絶対無理です。じゃあなんかあんな臭い豆腐食わされたいやもう私日本は面白くてまだ解明し尽くせないですね。引き分けっていうのがある国ってなかなか面白いんですよね。勝たなくてもいいというのが、外国はないんですか引き分け。いやなかなかどっちか勝たないとダメです。結構やっぱ自分の国っていう方が多いですよね。もしも生まれ変わるなら自分の国他の国、あなたはどっちですか。自分の国に決まってますよね。だってフランスはあの文化的に芸術的に歴史的に全て揃ってますし、もう何でもできる、うん、本当に他の国に勝るものがない国なんで。あれ急にみんななんか体調おかしくなる。やらないですね。自分の国が好きです。なんとなく人も好きだし、インドはすごい家族関係がもうみんな大事にしてて、うんうん、だから。シンさんはでもインドはこれやっちゃいかねえ、これやっちゃいかねえ、あの決まりがすごいいっぱいあるの。自由がないの。どの国に行きたいですか。じゃあどの人になりたいですか。まあやっぱり今日本に住んでるから日本。日本。日本は素晴らしい。食べ物もいろいろいっぱいあるの。インドではカレーばっかりなの。あれ嫌だよね。シンさんが一番好きな食べ物は何ですか。私がねやっぱり味噌ラーメン。いろんなもん混ざっとんだ。味噌ラーメン大好きです。スカイチで私一応ロシア人がもう 70% ぐらいもう他国がいいって答えすると思います。なんで本当に悲しいことなんですけど、あ、経済も安定してないし、もう絶対もう住みたくない人が多いんです。そういうこと。じゃあちなみにどの国の人になりたいみたいなの。あ、私日本がいいです。日本のどういうところがいいんですか。もうモラル的にもう素晴らしい、もう全てもう本当に数えられないぐらいいいところばっかりです。さっき迷ってたけど、迷ってたんだ。そう、あの、うん、日本にしようかなと思ったけど、うんうんうん、やっぱりなんかセネガルの方がまたそこにまた生まれたいと生まれ変わるんだった、うん、なぜならセネガルでも日本と違って、うん、あの家族全員一緒に暮らしてる、うん、老人ホームはない国なんですよ。素晴らしい。親がもう弱くなったら子供がバタンタチミンな面倒を見る、うん、だからそういうなんか一緒に豊かに暮らしてるのがやっぱりセネガルじゃないと他の国ないと。なるほど。中国は日本の何倍も厳しい競争社会なので、うん、一回中国で揉まれてから日本で生きていく方が簡単なんですよ。住むのは日本がいいってことですか。住むのが日本がいいです。で中国には帰りたくないってこと。帰りたくないです。帰りたくないんだ。じゃあ日本人でいいじゃん。一回中国の厳しさに揉まれたい。揉まれないとあの豆腐は食えないですよね。あれいう揉まれ方。もし生まれ変わったら日本人に生まれたいんですね。タイで男生まれてても大きくなったらジャッキーみたいになる可能性が高いから嫌だなんですよ。なるほど。そう、私は、うん、チョコとチーズが一番好きですから。ベルギー。フランスかな。ベルギー。なんか可愛い、可愛くないですか。なんか今のは。でも、あの今のこういう私がいるのは、そしてみんながいるのはこういう性格を持っているのは私たちの母国のおかげだと思うんですから。うん、はい、そうだそうだ。これの国です。帰るのかい。ナターシャ、ベルギーは嫌なの？うん、ずっと生活すると日本ですごい健康的になりました。やっぱり日本食はいいでしょ。あの、それご飯。だから例えばアメリカとかでも、まあ、ヨーロッパでも帰るとやっぱり太っちゃいますし、でも日本に帰ると絶対健康的になりますし、なんか日本離れたくないって感じ。嬉しいですね。いいでしょ。嬉しい。ありがとうございます。食べ物がうまいから太るんですよね。うまいじゃなくて、カロリーでしょ。ばかりだから不動るんだ。あのね、ダメよ。中華料理がジャンクフードなんですよ。そうですよ、うん、アメリカ、アメリカの中華ってめちゃくちゃまずいんですけど、びっくりしちゃった。そうだ。
ダンさん、ダンさんはアメリカ行ったことあるの？行ったことないの。何かい。この質問、街頭で聞いてみると、いや日本、やっぱり日本だな。日本、まずご飯もあんまり美味しくないし、日本でよかったな。外国です。人前でキスできるからです。キスしてもなんか許されそうな雰囲気が。ニューヨークでもうなんかおしゃれな生活をしたいです。朝起きて、カフェでご飯を食べて、夜はパーティーみたいな。生まれ変わるなら日本と思っている人が大多数。一方、他の国を希望した人で最も多かった答えはアメリカでした。